皆さん、こんにちは。ハブ・ボーカル・アーツ・アカデミーのオペラ歌手兼、ボーカルトレーナー、ボイストレーナーのハーブです。よろしくお願いします、えー。今回の動画はアンサー動画になります、えー。視聴者様からいただいた質問に対して答えていくという動画です。で、今回は、えー、パン・フランスさんからいただいたあコメントありがとうございます。質問ありがとうございます。パン・フランスさんからいただいた えっと、質問でですね、あの、リチャード・ミラーが書いた、テノール歌手ですね、が書いたあ本の、まあ、上手に歌うための Q&A という,う本ですね。とても手なんですけど、これですね。で、えー、読まれたということで、で、ま、あの、内容が、 難解のととこころろももああっって少ししいたのでそれに関しての、えー、質問ということで,でまずそのミラー氏がですねマスケラマスケラっていうのはその顔の前に前面に感じるようないわゆるこのマスケラっていう言葉はそのベネチアでその仮面舞踏会とかそういういろんなフェスタの時につけてるこういうのあるじゃないですかそこに感じるのをお性格の方にも持って。 来てマスケラとそこに感じるのがマスケラということになっていう言葉なんですけれども、えー、それを感じる人もいれば感じない人もいると未来氏はおっしゃっているとで、えーまあ、いわゆるこれはですねそれはだからそれをあ暗雑とどういう関係があるのかということでいわゆるこれは暗雑のことで要するに声を感じる場所震える場所声の出て場所っていうのを 違った言葉で言っているのがマスケラ。特にその、フースラーが唱えているその暗殺という声の当て所の、まあ、1番から6番まであるんですけれども、いわゆるその3の、フースラーが言っている3の A とか B とか、このあたりですね、感じるのを、いわゆるマスケラというふうに言っています。で えー、まあベルカントのベルカント商法で昔から言われているのはそのマスキュラに感じることが一番正しいと、えー、いうことになっててただその一流の歌手の中ではそのマスキュラを感じなかったり違うところに暗殺を感じるうなじの辺りだったり胸の辺りだったりそれから頭頂部それからええー、外の辺りだったり奥の方ですねに感じるとかいうところなんですけれども、えー これはですね、まああの、全ての人が同じように、えー、一つの感覚を持って歌うっていうことはあ,あり得ないと。ありえません。な,んでかなぜかというと、その一人一人です、ね、骨格が違うので、えー、例えば顎が。 顎のそうです、ね、横の開き方が大きかったり、顎ごがあ小さかったりとか、頬骨の位置が高かったりとか、えー、頭の大きさだったりとか、えーですね、あと首の太さだったりとか、あとはそれ人それぞれ人あの感,覚感じる感覚の敏感さというものもあるので、例えば実際にですね、えー、僕が今喋っているときは、すね今喋っているときの、えー、意識すると、ですねどこが震えているかというと、 えーまあ、この辺りは震えてますしあと歯の辺りも震えてるしあと胸も少しこの辺りが少し震えてるとでえー、頭頂の部分も少し響くというか後ろの軟膏外の後ろの方も少し響いてるような、まあ、だから今僕はこうやって意識することによってその声がどこに当たっているかっていうのを。 意識はでできるんですけど、まあ、人によってですねその感覚感じる感覚っていうのがどれだけ鋭敏になっているのかっていうのもよ,よりましてそれを意識するかしないかによって実際そこに感じているかどうかっていうですね、えー、ふ風になってくるのでで、えー、歌う時にですねどこにじゃあ,あ声を感じるのが一番ベストなのかということなんですけどもえーとこれはですねまああの。 結論から言うと、すべての、共鳴、すべての、空間、すべての、触れる感覚を、バランスよく持つことが一番ベストです。要するに、胸だけに響く、胸だけがものすごく響くっていうのではなくて、それに、それプラス、うなじの方にも少し振動を感じたりとか、あとは、額の方に響き,響きを少し感じてあげたりとか、 あとは、えー、この辺りですね、鼻の辺りとか頬の辺りとか頭頂部にも少し感じてあげたりとか、す、え、べ、っと、てのところで、えーバランスえー、感覚を持ってあげるっていうのが大事になってきて、さらにそれは音域によっても、えー、下の方に行けば行くほどですね、えー、その音響学的にですね、 えー、低い声っていうのは大き,、えー、大きい空間によりひ響くということになってきてそれが共振の感覚を持つようになるので下に声が、えー、音域が低くなればなるほどですね胸の方に響くような感覚を持つことが多くなったりとか上に行けば行くほど逆に頭頂部に振動を感じたりとかというのはでも,でもそれだけに偏って,てしまうと、えー、どこかのもう筋肉とかあ場所がです、ねえー、機能していない。 状態が生まれてくるので,でこれは人それぞれ違うので、えー、例えばあ今ここであるようにですね「暗殺6番」そうあるまであるんですけどうーん。 ファルセットの時は、えー、より何番、えー、が強い、えー、暗雑ですね。何番が強い暗雑を意識してあげたりするとやりやすくなったりとか、でもそればっかりやってあげると逆にそれが偏ってくるので、逆に胸の方の暗雑。例えば、えー、ファルセットするときではですね、僕がよく意識するのは、えー、マスキラのあたりの暗雑と、それと,それと後頭と頭頂部の方の暗雑をですね意識してあげて,出して、純粋なファルセットするときはですね、そのあたりの あとプラスうなじの方の暗殺も少し意識上げていわゆる後ろの方ですねをの「ジラーレ」という言葉があるんですけど「ジラーレ」って回すって意味なんですけどこういう回るような感覚を持ってあげるためのその暗雑を意識してあげて出してあげたいとか地声を出す時は。 えー、胸の暗雑とかを意識してあげてるとのど周りの筋肉がし,、えー、しっかりと機能してあげるとかいうことになってきますねミックス、えー、いわゆるファルセットと矯正のミックスしてあげることによって、えー、はどの暗雑を意識してあげるか。胸とフル、えー、頭頭頂の えー、暗殺を意識してあげることによってちょうどいい感じでミックスが出せるようになったりとか要するに人によって違うのでそれを自分の感覚を持ちながら自分が一番心地よく出せる時のその音域とですねその暗殺を意識してあげて出してあげるというのを少しずつ自分で探していくとで、まあ、大,大体言わ,れる言われるのがさっき言ったように。 えー、授業の時は胸の方の響きを意識してあげる暗雑を意識してあげるとかそういうのは、えー、い大体指標になってきますね。で喉を鳴らすと痛くなるのですがどこか響かせて歌うとは思うのです。 で基本的にどこに声を当てればいいんですか今言ったようなところですねえー、でえー、いわだからいわ要するにい全ての暗雑を意識しながらこの暗雑の時に意識した時に声が一番楽に出るとかそういうのを自分で探していくということになります、うん、でふだ、えー、の話し声はどこに当てればいいのかというところですけれども、えーまあ、これも今言った説明と同じことで えー、喋ってる時に一番楽に出てる時の暗雑はどこなのかっていうのを自分で意識してあげて、えー、でそこをできるだけキープしてあげるということになりますねはい <laughs> こんな感じですかねまあ冒頭でも言ったように、えー、と僕が喋るとる時は特にあの えー、人としゃべるときはですね人とってか少し距離がある場合は少しあのマスキラの方を意識して出してあげたりとかするんですけどお、まあ、話し声に関してはですねそこまでその暗殺を意識する必要はあんまりないんじゃないかなと思いますがはいですねこんなところですかね はいえっとまあ、今回の説明で、えーまあ、もしまだちょっとわからないなとかもっと掘り下げて質問したいなという場合はです、ね、どうしどうし、えー、コメント欄とかに質問していただきたいと思いますはい、はい、ではあ今回の動画はこれ,でこれ以上になります、えー、と動画、えー、もし気に入っていただければです、ねえー、高評価の方と、えー チャンネル登録ですね。チャンネル登録の方していただいて、ぜひぜひアカデミー生になっていただいてですね。えっ、ー、と、ゆっくりゆくは、あのー、アカデミー生のみの特典とかっていうのもどんどん作っていきたいと、今のところ考いろいろ考えているんですけれども、えー、なので、ぜひぜひアカデ、チャンネル登録しての方していただいて、えー、アカデミー生の方になっていただきたいと思います。で、今オンラインレッスンやってるんですけども、初回は、 えー、2000円のところです半額で1000円でやらせてもらってますのでぜひぜひ興味のある方は、えーえー、概要欄の方ですね見ていただいて連絡していただければと思います。はいいごご視聴ありがとうございました